皆さん、こんにちは。今日は第7回の京都教育大学、それは田辺の講座を開催したいと思います。本日は、数学科の、川原田先生よりカオスの話をしましょうかというテーマでお講演いただきたいと思います。よろしくお願いします。ご紹介ありがとうございます。数学科の川原田
ですから、全化式は未来を知るための非常に強力なツールであるということを今日覚えておいてください。で、実際に我々研究の分野でも、何かの現象に対して未来の状態を知りたい、未来を予測したいということは強い動機として持つことがあります。で、何か理解したい現象があったときに、それを数理モデルとしたもの、数式で表して、それを解析することによって現象理解を目指すわけですが、その時にも全化式っていうのは非常に有効な道具となっています。じゃあ次はもう少し実践的な例を考えてみたいと思います。次考える全化式はこれです。でちょっと今度は意味を持った全化式にして、出てくる値 xn というのは nna の個体数密度を表しています。考えるのは何かの生物の年の変化です。まあ、馬でも牛でも羊でもいいですけれども、まあ、いっぱい飼ってますね。でそうするとその中には翌年死ぬものもいますし、新たに生まれてくるものもいます。である単位面積あたりでその個体数を観測していると年によって変動します。でその個体数を単位面積あたりで表したものが今 xn です。でこの変動をこのモデルで表そうと求めているわけです。で初めの年の密度、今 0.2 としておきます。で翌年の個体数密度は今の個体数密度を用いて AXN かっこ1と XN からされるとします。 A は今パラメーターで、これは繁殖率を表します。 A は0から4までの値を取りますが、 A が小さい時っていうのはあまり増えない、あまり繁殖しにくい。 A が大きくなればなるほど増殖しやすいということを表しています。でこの原理式を考えましょう。ですぐに解ければいいんですが、この全化式解けません。もっと厳密に言うと、このパラメーターが2の時と4の時に限って解を求められるんですが、それ以外の場合頻繁には解けません。で全化式が解けるということの意味を一応補足しておきますと、全化式が解けるというのは今ここに書いてるんです。 xn たす1が xn の関数として表されるときに、x1 っていうのは、かっこ fx0 ですね。で、x2 っていうのは、f かっこ x1 ですので、x1 は fx0 ですから、x2 っていうのはイコール、f かっこ f かっこ x0 のことです。で、さらに、x3 っていうのは f かっこ x2 ですから、f かっこ f かっこ f かっこ x0。これずっと繰り返していくと、xn っていうのは FFFFn この f があって x0 で、全化式を解くと言っている意味は、このおぞましい形の式を具体的に n の形で書き下すと言ってるわけです。で皆さん高校の時に全化式って当たり前に解けるものばっかり想像してた方が多いかと思うんですが、それは高校の時は解ける全化式だけをこう先生方が選んで目の前に出してくれてるからであって、世の中の全化式はほとんど解けません。全化式が解けるっていうのは x が n の式で解けることであって、これは極めて特殊な場合であるということをちょっと補足として言っておきます。で今出てきてるこの全化式は解けません。でじゃあ解けないからといってこれで諦めてしまうと終わってしまうので、ちょっとコンピューターの力を借りて調べてみたいと思います。全化式解けないといっても、今の状態から次の状態を求められるわけなので、x1、x2、x3 と順番に追いかけていけば、100年後の個体数密度というのは求めることができます。今ちょっと遠い未来というと漠然としますので、仮に100年後の個体数密度がどういうふうに増えるかということを考えてみたいと思います。まず繁殖率が1の時、 a イコール1の時の場合を考えます。で x1 は x0 かける1引く x0 ですので、初期値 x0 を代入すると 0.2 かける1引く 0.2 となります。計算したら 0.16 です。で x2 っていうのは x1 かける1引く x1 ですので、また代入して計算すると何が与えられます。でこの代入してやると x3 が求まって x4 が求まってということで、 x100 まで具体的に値を求めることができます。でそのグラフをプロットするとこのような格好になります。で今横軸が n 時間です。右に行けば行くほど未来の状態を表しています。で縦軸が個体数密度 xn です。
初期値 0.2 にとっていましたが、これ時間が経てば経つほどどんどん減っていって、ゼロに近づいていって、なんか最終的には絶滅していくそうな世界がします。これが A が1の時、繁殖率1の時のグラフです。次、X イコール2の場合を考えていきます。パラメータ繁殖率2になってますので、ここの係数が変わっています。同じように X1、X2、X3 と X100 まで求めていって、グラフを書くと、こういう形になります。0年目は 0.2 でしたが、X2 に X3 を増やしていくと、どんどん個体数密度は上がっていきます。しかし、なんかどっかで一定の値を取って、そのまま変わらないように見えます。ですから A が2の時の将来というのは、この個体を絶滅することはなくて、ある一定の密度を保って存続し続けるというふうに見えます。次、A が 3.3 の場合を考えます。同様に求めていきます。グラフはこうなります。最初の方は順調に増えていくようですが、ある一定のところまで行くと、どうやら2つの値を交互にとって変動していくように見えます。ただ、2つの値を交互にとって落ち着いていますので、まあ、奇数年後と偶数年後で密度は変わりそうですが、これも一応将来どうなるかということの見通しが立ちそうです。で、次。A が4の時です。で、グラフはこうなります。これはどう説明したらいいんでしょう。極めて規則なぐちゃぐちゃなグラフになります。開始は 0.2 ですね。こっから1回増えたと思ったら急激に減って、また増えたと思ったら減って、でこの辺は一瞬絶滅したかのように見えますが、また急上昇を遂げています。でこういうことを繰り返すのが A イコール4の時の状況です。でこれ0年目から100年後までの個体数密度の変化を予測してますが、で何年目にどうなるかということがあんまり簡単には予測できなそうに思います。でこれがカオスです。今使っている式、こういう非常にシンプルな式、非常にシンプルな式ですが、ここからこういう極めて複雑な規則な現象が現れるということに注意してください。なんとなく複雑な式を扱っていれば複雑な解が解けるのかなというイメージはあるかと思いますが、場合によっては簡単な式からこういう複雑なものも出てくることがあるということです。で、今この A の範囲の値をあるいくつかの値について取り上げてみましたが、ちょっともうちょっと連続的に A を動かしたときにどうなるのかということを見ていきたいと思います。で、さっきと同じ横軸は時間、右に行けば行くほど未来です。で縦軸は繁殖率を表します。でパラメータ A を0から4まで変化させてみます。そうするとグラフがどうなるか。で A が小さい値の時は将来やっぱり絶滅しているようです。しかしある一定のところまで行くと個体数密度が増加していって、ある一定の値に収束します。しかしどこかで突然2周期の値を取るようになり、そこからぐちゃぐちゃになります。でちょっともう一回見てみましょう。早すぎました。で A の値に伴う変化をよく見ていってください。で途中までは一定の値に落ち着くとしよう。しかし途中で何か気配が怪しくなって、ごちゃごちゃになりました。で今の状況を A の状況の場合分けで確認してみますと、 A が0から1の範囲に入るときには XM は0に収束します。つまりこの個体は絶滅してしまいます。じゃあ A が1より大きくて3以下の場合、今度この XM は 1/N分の1に収束するということが知られています。0ではないんですが、ある一定の密度を保って100年先まで存続し続けるというわけです。で次に A が3より大きくて1プラスルート6より小さい場合、この時は2つの値を交互に取るということが分かっています。ですから偶数年後と奇数年後で個体数密度が変わっているというわけです。でそれより大きくなりますと、今皆さんに見ていただいたようにグラフの形状は非常にぐちゃぐちゃっとしたものになります。で
この領域にカオスと呼ばれる現象が起こっているわけです。でこのパラメータ A の変化を別の見方をしてみますと、こういう図で表すことができます。これ横軸が A 繁殖率で、縦軸が個体数の率です。でこれ何書いてるかというと、各 A に対して51年目以降にどんな値を取ったかということをプロットしています。で例えば A イコール1の場合ですと、51年目以降はほぼ0に近い値を取っています。なので、このグラフでいうと1の場合っていうのは A イコール1の場合っていうのは個体数密度がほぼ0に近いような値に点をいっぱい取っています。A イコール、例えば3にしましょうか。3の場合っていうのは51年目以降は2つの値を交互に取っていますので、 A イコール 3.3 の場合は2つの値に点が打たれています。で A イコール4の場合っていうのは51年目以降0以上1以下の値をまんべんなく取っていますの でこちらの分岐図では0から1までべったり真っ赤になっているというわけです。このべったり真っ赤になっている領域でカオスが起きているわけですけども、この図の 3.5 から4の範囲、ここを拡大してみますとこういう構造が見えてきます。さっきのようなちょっと粗い図ですと全部真っ赤になってますが、実際これもうちょっと精度を上げて図を描いてみますと、こういうふうにところどころ間が空いていたり、なんか綺麗な構造が見えていたりということがわかると思います。でこの辺はですね、点が3つしかありませんので、3つの点を交互に取るような状況です。でこの辺は5個しか点がありませんので、5個の点を交互に取るような状況になっています。しかしこの辺の領域っていうのは0から1までべったり真っ赤になってますので、全ての値をまんべんなく取っているというわけです。でこの辺のパラメータの領域のことをカオス的領域と呼んだりしますが、全ての A でカオスが起きているわけではなくて、ところどころでカオスが起きているというわけです。で次にカオスの特徴をもうちょっと違った角度から見てみたいと思います。今まで初期の繁殖密度 0.2 として考えてきていましたが、これをちょっとだけずらしてみたいと思います。初期の繁殖密度じゃないですね、個体数密度です。個体数密度を 0.21 にちょっとだけ増やします。さっきまで 0.2 で考えたのをちょっとだけ増やしたということです。でこの開始状態をちょっと変えたことがどう影響するかを確認してみたいと思います。 0.21 に変えた時の各 A に対するグラフがこれです。さっきのと違い分かりますか？さっきのはこれです。分かりにくいので重ねましょう。こうなります。A が1の時、2の時、3.3 の時、カオスが起きていないような状況では赤いグラフの上に青いグラフがぴったり重なってしまっているのが分かります。で開始状態をちょこっと変えたぐらいでは将来の様子は変わらないということです。最初の個体数密度を若干増やしたり減らしたりしたぐらいでは未来の様子に対して影響を与えない。でしかし A イコール4の場合を見てください。ちょっとこれ拡大します。こうなっています。赤い線が X0 が 0.2 の時、青い線が X0 が 0.21 の時です。で最初の数年はまあなんとなく似たような挙動を取っているように見えますが、この辺でもう完全に分かります。青が 0.21 の時には 0.2 付近、非常に小さい個体数密度になってますが、赤の時には1に近い値を取っています。でそれ以後の状況の目で追っかけてみますと、赤が絶滅危機の時に青は悠々と生き延びていったり、またその逆の状況が起きていたりということで、遠い将来の様子が全く異なってしまっています。でこの最初の状態がちょっと違っただけで未来の様子が全く異なるということ、専門用語で初期値鋭敏性というふうに言います。最初の状況に非常に敏感に反応するという性質です。でこれカオスの非常に強い性質の一つです。で、まあ、逆に言うと、大体我々似たような原因を与えたら似たような結果になるということを期待することがあると思うんですけども、カオスの場合はそれが成り立たないということです。
似たような結果か、似たような原因から似たような結果が出るということは保証されないというのがカオスなんです。だ例えばあの何でしょう、天気の予報をしたいと思ったときに、天気を完全によく表現するような数理モデルを我々が手に入れたとします。この方程式の解が完全に天気をよく記述しているというモデルを手に入れたとします。しかしそのモデルの解がカオスであれば、我々はそのモデルを使って長期的な天気予報はできないということをこれは言っているわけです。で皆さんなんか授業とかで数理モデリングとかされていて、現象を数式で表すということがいかに難しいかっていうのは多分体感されている方が多いと思います。ただそうやって頑張って数式を手に入れても、現象を完全によく表現している数式を手に入れても、その数式を解析したところで現象を理解できるかどうかというのは分かんないということです。なんかちょっと暗い気分に上がりますが、あのカオスだと未来の予測が困難になるというのはそうです。あの注意していただきたいのは、これ別に確率的な動きだから予測できないわけではないです。さっき見ましたように、ちゃんと全化式で未来の様子は確実に決まっています。ただこの予測困難性というのは、その初期値のズレに対応できないということから来ています。だこれ今計算機で実験してますので、さっきと今と全く同じ初期値を設定することは容易にできますが、例えば物理学実験であれば、さっきの実験と今の実験全く同じ初期状態にするということは可能です。そういう時にそれが長期的に見ると大きな差になってしまうというのがこの困難性になっています。この初期値鋭敏性の例え話としてよく取り上げられるのがバタフライ効果とかバタフライエフェクトと呼ばれているものです。どんな話かというと、ブラジルコンテンツ蝶々が羽ばたきます。可愛らしい蝶々がパタパタと羽ばたきます。でそうすると、こう積雪で何気になったんです。私は気象学に明るくありませんので、実際にこういうことが起こるのかどうかっていうのは知りませんけれども、これは例え話としてよく言われることです。非常に力の弱い、か弱い蝶々が羽ばたく。これは全世界の気象から見ればわずかな違いです。ただこのわずかな違いが巨大なハリケーンというものに発達してしまう可能性があるという、まあ、例え話です。でこれはカオスの例としてよく挙げられます。でということで、ここまでカオスの特徴をまとめてみますと、でまずその挙動が不規則で複雑で多様な動きをするということが1つ。で2つ目は今説明した初期値鋭敏性を持つということです。この2つがカオスの特徴としてよく挙げられます。で最後に、私今日数学の話としてするつもりだったんですけれども、でカオスカオスと言いながらカオスの定義を全くしませんでした。で数学が得意な皆さんであれば、数学において定義がいかに重要なことかというのは十分分かっていると思うんですけれども、ここまでカオスの定義をせずに話してきたのには理由があります。それはカオスの完全な定義というのがまだないからです。でもちろん定義をしてこなかったわけではなくて、あらゆる定義は試みられてきています。ただ先ほどカオスの特徴として2つ挙げましたように、我々が方程式の解とかを見てこれカオスっぽいなと思うものは大体この2つの特徴を持っているわけです。しかしこの2つの特徴を必要十分に表現できるような定義がまだないということです。定義を与えるということはカオスであるものとそうじゃないものを明確に区別することになりますが、今既存の定義どれを使ってもカオスっぽいものとこの定義が必要十分に収まってないというのが現状です。まあ、カオスはこうたった一つの定義で定義するのが難しいぐらい複雑なんではないかなというのが最近言われていることです。ただ我々だからといってこう断念するわけにいきませんので、今の応用数学者とか数学者と科学者っていうのはこのカオスを理解しようとしてまだちょっと研究をしているわけです。カオスっていうのを言われ出したので、1970年代でして大体40年、50年近く経つんですけれども、まだ非常に活発な研究が行われています。というわけで、
拙い話にしてくれて、これで終わりたいと思います。もし質問があればお願いしたいと思います。最近ヒアリがなんか入ってきたとか、これどうなりますかね。どうなんでしょうね。怖いですね。増えますかね。増えないように気持ちが、ちょっとわからないです。はい、どうぞ。してないですね。はい、ただもし希望があればやりましょう。じゃあどうもありがとうございます。